ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。最近、日本語って不思議だなーって思うんだよなー。急にどうしたのよ。いや、頭に一文字加えるだけで全然違う意味になったりするじゃん。窃盗語のこと？それなら英語とかでもあるわよ。例えばリーは、繰り返しとか再生って意味で、リクエストとかリマインド。あー違う違う、そういうんじゃなくてサブをつけると荒々しくなるよなって話。ちょっと具体例がわからないからなんともだけど、ヘオ国を、ヘオ仏国にしただけですごい勢いに感じるじゃん。あんまり使わないからわからないわね。あとはヘオ放つ、を、ヘオぶっ放つにしたらすごい飛んでいきそうなイメージじゃん。それもあまり使わないからわからないわね。あとはヘオかます、をヘオぶっかますにしたらすごい勢いでしてそうじゃん。あんまり使わないからわからないわね。通貨全部ヘの話題いい、まともな部の使い方ないの？あとはかけるとぶっかけるだな。すごいよなー、ぶってつけるだけで、ドバーってかけそうだもんな。念のため聞くけど、うどんの話よね。ちなみにぶっかけの方が汁は濃いらしいぜ。おうどんの話よね。あれあれ？どうしたんだい霊夢さん、まさかうどん以外にも違う意味があるってのかい？ま、確かにうどんはシコシコしてますけどね。けしゃ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 。なんなんこいつ、じゃあ今日は、ぶっかけつながりで、彼氏にカップ麺の熱湯をぶっかけ、さらに水攻めをして56したくっつん女を解説するよ。うわぁ、めっちゃ怖いんですけど。つうかくっつん女って何なの？いわゆる、すぐ切れて手がつけられなくなる女よ。しかも自分が悪いと認めないから立ちが悪いわ。身近にいたら絶対めんどくさいやつー。しかも被害者って彼氏だろ？ DV 女な香りがプンプンするぜ。マリサ鋭いわね、まさにその通りよ。傍若無人な女が優しい彼氏を食い物にした事件よ。以前解説した江戸川区元彼事件もそんな感じだったよな。ってことは今回の事件も胸クソ注意なんだわさ。視聴者の皆さんも心して聞いてほしいんだぜ。胸クソ注意でもう一つ。実はこの事件はまだ捜査中で、しかも犯人は容疑を否認しているのよ。うげげげげ、とんだクソ女じゃんか。だからこの動画が、少しでも告発のきっかけになれば良いと思うわ。DV に苦しむ人のためにもね。そいつは真面目に聞かなきゃだな。じゃあ今日も解説よろしく頼むんだぜ。ということで、ゆっくりしていってね。事件概要。今回の事件は、大阪市浪速区桜川のマンションの一室で起きた。浪速って、あの浪速金融道の浪速？浪速は大阪市とその付近の古い呼び名で、大阪の別称なのよ。だから浪速金融道は、ザ大阪、を出したかったんじゃないかな。知らんけど、地理的に浪速って難波とか道頓堀の近くだよね。つまりはコテコテの大阪地方ってことか。知らんけど、事件が起きたのは、2023年の4月30日夕方のことだった。うわうわうわ、ほんと最近の事件なんだわさ。同居する男性が風呂場で意識がない。と、女性からの119番通報があったの。警察がマンションに向かったところ、浴槽内で裸で倒れている男性が発見された。すっぱだか。男性は通報女性の交際相手である、30代の N さんと見られ、搬送先の病院で死亡が確認されたわ。ご冥福をお祈りします。男性は皮下組織まで及ぶ重度の3度熱傷の火傷を胸や背中などに負っていて、足などには、切り傷と見られる複数の傷もあったの。ええー、火傷に切り傷？想像しただけで痛くて大変だよ。普通の生活でそんな怪我を負わないだろ。一体何があったって言うんだわさ。大阪府警浪速署は調査の結果、翌日の5月1日に傷害と暴行の疑いで、通報を入れた女性である、大阪市浪速区の無職谷口桃香を逮捕した。なんそれ、つまりこいつが同居の彼氏をやっちゃったってこと？谷口は、口論になって平手で殴ったが、熱湯はわざとではない。カップラーメンを作って運んでいる時に、誤ってかけてしまった。と言って容疑を一部否認しているわ。嘘もいい加減にしなさいよ。どう誤ったらカップラーメンの熱湯を人にかけるんだよ。カップ焼きそばの湯切りで麺ごとこぼした、の方がまだ現実感あるぜ。谷口によれば、熱湯をこぼした後に N さんがお風呂場に行き、約15分後に様子を見に行ったところ、浴槽に浸かったまま意識を失っていたそうよ。いまいち状況がわからない。死因も不明だしなんか気持ち悪い事件だな。あと、さっき言ってたサンド熱唱って、なんでサンドウィッチマンがここで歌ったの？状況が全然つかめないんだぜ。サンド熱唱よ。じゃあせっかくだから、火傷についてちょっと詳しく解説するね。火傷のレベルは、1度から3度まであって、1度が一番軽くて、3度が一番重いの。その1度から3度っていうのは、火傷の深さとか広がり具合みたいな感じで決まるの？その通りよ。1度の火傷は表皮の一部が赤くなったり、腫れたりする程度の軽いものね。
痛みはあるけど、基本的には自然治癒するわ。なるへそ、一度ってまだそんなに深刻じゃないってことか。じゃあ、二度は？二度の火傷は、表皮だけでなく真皮も傷ついてるの。赤くて水ぶくれができることが多いわ。痛みも強くて、ちょっと大変なの。水ぶくれって結構痛そうだな。治るのに時間がかかるんだろうな。でも1週間から2週間程度で治ることが多いわ。ただし、適切な処置をしないと、感染症が起きることもあるから気をつけないといけないの。ほうほうほう。それじゃあ、今回の3度はどうなっちゃうんだ？ 3 度の火傷は一番重いわ。皮膚の前層が傷ついてしまうの。ひええー。聞いただけで痛い。傷口は白くなったり黒くなったりで、神経が損傷しているから痛みを感じにくいこともあるわ。痛みを感じにくいってことは、逆に怪我が深刻なのに気づきにくいんじゃない？その通りよ。3度の火傷は自己治癒力が限られていて、皮膚移植が必要な場合もあるの。あと、感染症や内部の損傷にも注意が必要だから、必ず病院で適切な治療を受けるべきなのよ。うわぁ、3度はマジでヤバそうだな。でもさ、何をしたらそんなに深刻な火傷を負うことになるんだわさ。例えば、熱湯や油に長時間触れてしまう、高温の金属や火花に触れる、火事の中での熱にさらされるなどが原因として考えられるわね。熱湯や油に長時間。普通の生活じゃありえないよな。熱湯コマーシャルでもそうはならないぜ。だってあれ、ちょうどいいお湯加減じゃん。やめろ、暴くな。確かに、カップ麺のお湯がかかった程度ならせいぜい2度の火傷で済むはずよ。どう考えてもこの谷口って女が嘘ついてるよな。この二人の関係性が知りたいぜ。了解。じゃあまずは、今回の犯人の谷口の生い立ちから解説していくわね。よろしく哀愁。谷口桃花の生い立ち。谷口桃花は1994年生まれの29歳、紀伊半島南部に位置する、和歌山県の古座地域に生まれた。熊野水軍のお膝元だな。黒島っていう無人島は海賊伝説があって、さらに無人島0円生活のロケ地なんだぜ。これ豆な。マリサにしてはちゃんと豆知識ね。ぐひゃっきゃ。家族は建設会社で働く父と、地元の飲食店でパートとして勤務する母と、一つ年下の弟、町営アパートで4人暮らしていた。幼い谷口は明るい性格だったみたいね。幸せ一家。しかし、地元の小学校に上がると谷口は周囲から浮き始めたの。ガビーン、それはなぜなぜ？普段の谷口はおとなしい子だった。しかし小学校の同級生によると、授業中に教室を飛び出してしまったり、後ろのロッカーに突然寝そべったりしていたらしいの。まあそういう子ってクラスに一人はいたよね。大体が男の子のイメージだけど、周囲は不思議なことして谷口を扱い、友達もほとんどいなかったみたい。まあわからないでもないが、それはちょっと辛いな。中学では卓球部に入るもやがて不登校になった。母親は娘が学校に馴染めないのを気に病み、特別支援学校に行った方がいいのではと、本人に持ちかけたこともあったそうなの。うわぁ、なんか母ちゃんも辛いな。担任とかももっと親身になってあげればいいのに。谷口が支援学校を嫌がったため、進学先は地元の串本古座高校の普通科になった。希望が叶ってよかったじゃんか。高校での谷口ってどんな様子だったの？同級生はこう語ったわ。暗い感じの子でした。ロングの黒髪をセンターで分け、顔の両サイドを隠すような髪型、スカートも足元までの長いものを履いていて、ちょっとメンヘラっぽい雰囲気でした。これはあんまりうまくいってなさそうなんだぜ。母親の不安は的中し、谷口はまた不登校になった。別の高校に転入したものの、そっちでも学校生活はうまくいかなかったみたいね。学校生活も向き不向きってあるからな。とはいえ、集団行動には慣れとくべきだけど。数年後、谷口のとある姿が地元で目撃される。なになに？サンバのリズムに乗って練り歩いてたとか？ぐひゃっぐひ。当時20歳そこそこの谷口が、40歳の男性と寄り添って歩く姿よ。ほほほい。当時の谷口はキャバ嬢っぽい雰囲気で、化粧をすれば顔立ちは西野カナさんにも似ていた。男がキレることはなかったそうだけど、どうもリス化を繰り返していたみたいね。メンヘラー、なんかどうにも危なっかしい女だな。幼少期の行動や母親の態度から察するに、ADHD などの発達系持ちだった感じはあるわね。でもそんな谷口にも、理解のある彼くんがいたんでしょ？そうね。でも残念なことに、それが今回の被害者である N さんだったのよ。マジかよ、なんてこった。ここからは N さんの人となりと、谷口との歪んだ関係を解説していくわ。N さんとの関係。N さんの出身は和歌山県東室郡、温泉も有名な那智勝浦の方面ね。
N さんは谷口と同じ高校を卒業し、地域のサッカークラブに所属していた。ってことは地元の先輩後輩って感じか。もともと顔見知りだったのかな。子供好きで、将来は保育士になりたいと言っていたこともあったそうよ。優しい性格で、何かあれば元気？と声をかけてくれるような人だった。好青年なんだぜ。ただ気が弱く、先輩にパシリにされても断りきれないようなところがあったみたいなの。気が優しすぎる人だったのかな。彼女にも逆らえないタイプっていうか。そもそも、男性は女性に暴力を振るわれても基本的に反撃しない人が多いから、女性の DV はエスカレートしやすい傾向にあるのよ。いるよね。DV じゃなくてもさ、暴言とかわがままを一度許すと付け上がる女。まさに谷口はそんなタイプだったのかも。これは7年前の谷口の Facebook の投稿なんだけど。何これ？サメがアザラシに噛みついてる写真？趣味悪ぅ。谷口は N さんのコメントに、こう返信しているの。獲物狩り。桃か、サメ食われてるアザラシ。お前。お前がアザラシ。画面見て爆笑したやないかよ。笑かすなアホ。爆笑。ほんまにアザラシみたいな顔。ちょ、待てやアザラシみたいな顔て。桃会の褒め言葉ちゃうやん。わらわらアザラシブスやん。アザラシかわいいわ。ああ、てかいつまでやりとりすんねん。返信するんやめろチビ。やめませぬ。しつこいストーカー目が。ストーカー違う。はいはい、笑い。いずれお前なりそう。わらわら。なんか下品な女だな。お前っていうやつって苦手だわ。どうやらこの二人は、N さんから谷口への思いの方が強いみたいなのよ。N さんは谷口の誕生日に、こんなメッセージを送っているくらいだし。親友、やねんから何でもいつでも相談とかしてこいよ。夜中にご飯は体に悪いから、早めに食べなよ。ああ、こりゃあ好きがダダ漏れだわ。N さんのアタックの甲斐あって、親友だった二人はやがて、交際するようになった。おめでとうございます。N さんは高校卒業後、大阪の工場に就職し、後から大阪に来た谷口と同棲したの。6年ほど前の地元の秋祭りに二人で訪れるなど、はためには交際は順調だった。うんうん、幸せなら OK です。しかし N さんはリストラに遭ってしまい、その後は居酒屋などのアルバイトを転々としてた。なのに、二人の生活は N さんが支えていたようね。谷口は無職だったそうだから、嘘だろ、働けよう。なんなのこいつ、仮にもパートナーに対して敬意がなさすぎだろ。多分だけど、どうもこの谷口は反社会性パーソナリティ障害な気がするわね。ファンタかってパンツなくってそうかい？そんなシュワッとするもんじゃないわ。反社会性パーソナリティ障害よ。わかりやすく説明すると、これらの人たちは社会的にも金銭的にも責任感がないの。お金のこととかもろくに考えないし、仕事もいい加減に辞めたりするの。やべえやつ。しかも、新しい仕事を見つける前に辞めて、職を探す努力もしない傾向もあるのよね。それは無責任通り越してろくでなしだよ。金銭面はどうなのさ？請求書やローンの支払いをサボったり、子供の養育費を払わなかったりするね。ギャンブルとかやらせたら絶対ダメなタイプ。感情の抑制も苦手でとても怒りっぽく、パートナーに逆の対応することがあるの。さらに悪いことに、その行為に対する後悔の念が全くないのよね。ええ、動物かよ。なんで後悔しないんだ？それはね、自分の行動を正当化するからよ。世の中が不公平だからだとかなんとか言い訳して、たとえ自分が他人を傷つけた時でも、自分の都合が最優先なのよ。なんて自己中なんだ、他人に対する共感性とか全くなさそうなんだぜ。そうだね。他人のことなんか気にしない。他人の感情や権利、苦しみは考えないわ。そして自己評価が高く傲慢。自分の欲しいものを手に入れるためには手段を選ばない傾向もあるわ。関わりたくねえ。あくまでも一説だけど、ADHD を伴う素行症を10歳以前に発症した場合、成人期に反社会性パーソナリティ障害を発症するリスクは増加すると言われているわね。いや、そんなの ADHD じゃなくたって、本人の性格の問題な気がするんだけど。まあそれはそうね。でもともかく、谷口の普段の素行はひどいものだったの。と言いますと？谷口の DV。二人が同棲していた大阪市のマンションは、10階建ての 1SLDK で、家賃約9万円。ご立派。この部屋で、二人の関係は変容していった。近所の人は、こう証言しているわ。彼女の方が強めな感じではあった。同じ階の住人によると、普段から谷口の怒鳴り声や叫び声がしていたみたいで、週に1回ぐらいのペースで女性の怒号と、何かをバンバン叩く音が聞こえたそうなの。シンバル叩く猿のおもちゃかな。
かなり甲高いキーキーとした声で、相手を怒鳴り散らしている感じで、具体的に何を訴えているかはわからなかったというから相当よね。ヒステリー。長い時は1時間ほど続き許さない、という声に男性が落ち着けよとたしなめていた。心が歪んでる人って、自己主張っていうか被害妄想や被害者意識が強烈だよね。ちなみにそれって夜とかの話？大声がするのは夜8時過ぎぐらいが多かったそうよ。でも、朝の8時頃にもエレベーター前まで怒号が聞こえてくることがあったみたい。朝っぱらからよくそんなに怒ることがあるな。今日のワンコでも見て癒されておけよう。N さんもそんなのと暮らしてたらしんどいよ。さっさと別れればいいのに。二人はマンションの有名人だったようで、住人は二人についてこう語った。同居していた男性は物静かで言い返すようなことはなく、30歳前後で170センチないぐらいの身長で、小太りでした。小太りって情報いります？お仕事はピザの宅配をされていて、顔を合わせれば挨拶をしてくれる方でした。女性の方は150センチぐらいで、やはり小太りで一見するとおとなしい感じですが、会っても挨拶もしてくれない人でしたね。だから小太りの情報いります？見た目と怒鳴り声が結びつかないので怒り出したら豹変するタイプかなとは思っていました。ヒステリック小太り。結婚されていたのかどうかは知りませんが、お二人でエレベーターに乗って外出される姿よく見かけました。まあとりあえず、谷口の心象が悪いのは伝わってきたんだわさ。怒った谷口の声量がよっぽどだったのか、中層階の住民にまで彼女の質は知られていたわ。月に何回か女性の大きな怒鳴り声が、部屋の中にいても聞こえてきました。何かを叫ぶような声で、警察も出動しています。警察が出動するほどの騒ぎ？普段から相当ヤバかったんだな。実は谷口と N さんをめぐっては過去に3回、警察に相談歴があったというの。うわぁ。つまり日頃から暴行してたのかもしれないってことだよね。怒りがコントロールできない人って怖いわ。N さんは2020年9月に彼女が暴れると警察に相談していたわ。さらに去年も近隣住民から男女が争う声がするといった通報が2回あったそうなのよね。隣人からしたらめっちゃ迷惑だろうな。マジでこの2人なんで別れなかったんだろう。本当にそれが悔やまれるわ。別れてさえいればこの後の惨劇は起きなかったんだもの。そして2023年の4月30日、N さんにとっての最大の不幸が訪れるわ。聞くのが辛くてたまらないが、解説頼むぜ。ヒステリーの果ての惨劇。事件当日、4月30日の午後2時頃住民は谷口の怒鳴り声を聞いた。なんでわかってくれないの？何回言ったらわかるの？いつもの光景なんだぜ。それがそうでもないのよ。普段、谷口の怒鳴り声が聞こえるのは夜。そして怒号は1時間ぐらい続くことが多いそうだけど、この日は違った。この時は10分ほどで怒鳴り声は終わったというの。ああよかった。これでぐっすり眠れるんだわさ。いやいやいや、それってなんか不吉な予感がするんだけど。その嫌な予感は的中してるわ。ふぇん。同居の男性が風呂場で意識がない。この谷口の通報を受け、4月30日夕方、マンションに消防と警察が急行した。そして彼らはそこで、N さんの見るも無残な姿を発見した。どんな状況だったの？ N さんは浴槽の中で裸で足を伸ばし、ぐったりとした様子だった。胸や背中は火傷で赤くただれ、下腹部には何度も切りつけられた跡があったの。なんてことを。緊急搬送されたものの、N さんは搬送先の病院で死亡が確認されたわ。ご冥福をお祈りします。こんなの、明らかに事故じゃない、むしろ事件性しかないよ。桃かよう言い逃れできないぜ。しかし、谷口は駆けつけた警察に対してこう述べた。熱湯はわざとじゃない。カップ麺のお湯を運ぼうとしてかけてしまった。はぁ、口論になって平手で殴ったとは認めているけどね。犯行については容疑を否認したのよ。すぐバレるような嘘つくんじゃねえんだわさ。科捜研の女を呼んでこい。翌日、司法解剖したところ、死因は水を吸い込んだことによる窒息と判明した。鑑識グッジョブ。やけどは重度で、下腹部には複数の切り傷があり、なんと陰部が切られていたそうよ。陰部。谷口が熱湯をかけ、平手で複数回叩いたこともわかり、警察は5月1日、傷害と暴行の容疑で谷口を逮捕。殺人も視野に入れて捜査を継続したの。警察の捜査に期待だぜ。状況証拠だけじゃなく、決定的な証拠を見つけて立件してほしい。20日後の5月21日に大阪府警浪速署は傷害の疑いで谷口を再逮捕した。ええ？傷害？一体どういうことだよ。捜査の過程で谷口のスマホから、N さんが背中に火傷を負った画像が見つかったのよ。うわ、胸クソ悪い。
そんな姿を写真に残して何が楽しいんだ。さらに胸クソ悪い事実があるわ。この写真は昨年9月に撮られたものだったの。ってことはつまり谷口は、以前も N さんに熱湯をかけてやけどを負わせてたってことだよね。警察の調べに対し、谷口はこう供述している。N さんが自傷行為をしたもので、私がしたことではありません。言い訳が苦しすぎるだろ、どぐされ野郎。N さんに対して失礼極まりないよ。どこの世界に自ら熱湯を背中にかける自傷行為があるんだっつーの。そうね。マリサの言う通り、これは卑怯者の言い訳でしかないわ。だって谷口は犯行を示すメッセージを、SNS で共通の知人に送信していたんだから。なんだと？ N さんに熱湯をかけたという趣旨の投稿も、どうやらしていたそうよ。人間のすることじゃないな。自分も同じ目に遭えばいいのに。大阪府警な庭署は、N さんへのひどい仕打ちが、日常的に行われていたとみて捜査を進めた。そりゃそうだよな。じゃなきゃ下腹部を切り落とそうとなんてしないよ。そして6月13日、同じく傷害の疑いで谷口を再逮捕。昨年11月2日頃自宅で N さんに熱湯をかけ、右腕に全治約1週間の火傷を負わせた容疑よ。N さん辛かったよな。痛かったよな。なんでもっと訴えるなりしなかったんだよ。以前ネットテレビに、女性の DV に遭った男性が出演してたんだけどね。警察に行ってもまともに取り合ってくれなかったと言ってたわ。なぬ？そんなことある？まだまだ大半の人は、DV 加害者は男性、被害者は女性っていう認識なんだと思うの。ああ、それは確かにあるかもな。男なら女を制することができるはずっていう社会の考えが、男性の DV 被害者が声を上げられない理由の一つだ、って聞いたこともあるわ。難しい問題だよね。こっちの方向のジェンダーレスって、あまり論じられないような気がするぜ。女性が暴れるから、男性が腕を掴んで女性の腕があざになったとしたら、そのあざの診断書を持って、男性に DV されたとか言い出す人もいるのよ。確かに、こういった時は男性の方が動きづらいのかもしれない。普通に考えれば男女問わず暴力を振るわれたら怖いし、萎縮する人だっているよな。事件後の鑑識ではね、谷口に激しい暴行を受けた N さんに、抵抗した様子はなかったというの。N さん、こんなの絶対に許せないぜ。一刻も早く谷口が正しく裁かれてほしい。まったくよ。なのでここからは、谷口の証言の矛盾と罪について告発していこうと思うの。視聴者の皆様ももう少しお付き合いくださいね。私もしっかり聞くからよろしくなんだぜ。供述の矛盾と嘘。そもそも、カップラーメンを作るためのお湯を誤ってかけてしまった。っていう谷口の供述自体が無理ありすぎだろ。確かにカップ麺のお湯は沸騰してる温度に近いけど、使う量はたかが知れてるわ。その量で、背中を中心にとした広範囲で重いやけどっていうのはちょっと辻褄が合わないの。そういえば最初の方でも言ってたよな。N さんが負った3度熱傷は、熱湯に長時間さらされないとならないって。よく覚えてたわね、偉いわマリサ。ぐひゃふーろへへへへ。やっと最後までできた。笑いがキモすぎるからやっぱり偉くない。厳しい。話を検証に戻すけど、最も引っかかるのが N さんの死因よ。あれ？やけどじゃないの？じゃあ結局は何だったんだっけ？浴槽内で溺水による窒息とのことなの。ん？浴槽ってお風呂だよね？なんか状況が違和感だらけで気持ち悪いぜ。大やけどを負ってるのに溺死なんてありえます？発見時、N さんは入浴していたとされている。そこで水を飲んだことによる窒息が直接の原因。でも、N さんが発見された時の姿勢は足を伸ばした長座の状態だった。座椅子に座ってテレビ見てる体勢って感じ？でもそれが何か変なの？顔が使っていない状態だったことに、非常に違和感があるのよ。検視通り、N さんが水を飲んで息絶えたのなら、もっと前屈姿勢にならないかしら？うわ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 。つまり第三者が、水に使っていた体勢から体を動かした可能性が高いってことだよね。ええ、そしてそれができるのは、あの状況では谷口以外には考えられないの。N さんは風呂で顔を沈められたのかな。女の力でそれができるって相当衰弱してたんだな。ただ、発見時の N さんは全裸にもかかわらず、どうもお湯には使ってなかったようなの。一体全体どういうことだってばよ。谷口はね、こう説明しているのよ。N さんが風呂に入った15分後に自分も浴室に入ったら、N さんが湯に使って倒れていた。うん？やけどして？風呂に入って？湯に浸かる？やけどを負った人を温かい風呂に浸からせるなんて非常識極まりない行動だぞ。たとえ解放目的でも。そして通報した際に救急隊から、到着までに浴槽の水を抜いてくれって言われたそうよ。本当にそんなこと救急隊が言うか？
もともとは湯は張ってなかったけど、歴史の言い訳にするために、湯に浸かってたことにしたんじゃないの？マリサが聞いたってそう思うよね。でも谷口は、睡眠薬を飲んでいて記憶が曖昧。などと供述して容疑を一部否認しているの。お望みなら私が永遠に眠らせてやろうか？なんなのこいつ、マジで腹立たしい。最大限好意的に谷口の行動を考えるとしたら、冷たい水をかけて冷やすという発想になるはず。そして広範囲の火傷だから、浴室でシャワーをかけるのがいいと思ったのかも。かなりの大火傷の後に大量にシャワーかけて、外傷ショックになるって可能性も考えられないのか？そして犬さんは体が弱っていたこともあって、身動きできずその水を全部飲んでしまった。谷口は N さんが亡くなったことに動転して、辻褄の合わない供述をした可能性もある、けど、そもそも、N さんが負った火傷と外傷の説明がつかないだろ。殺意があったとしか思えない。うん、だから今のこの仮説は怪しいわね。嫌な想像だけど、熱湯攻めの後で水攻めにしたのかも。熱湯をかけた後苦しむ N さんを溺れさせ、お風呂に入っていて溺死したように見せかけた。そうだとしたら、これはもう立派な丸人事件だよ。傷害なんかじゃ済まないんだぜ。嘘の供述をするくらいだから、谷口自身にやましいことがあるのは違いないわよね。この一連の動画が、少しでも啓蒙になればいいんだけど、N さんの無念のためにも、大阪府警の皆さんには頑張っていただきたいぜ。最後に、事件後の谷口の知人の証言を紹介するわね。事件当日の夜、報道前に谷口の地元ではこんな LINE が拡散していたそうなの。大阪の N の様子がおかしいから、母親と連絡を取りたい。LINE を受け取った人はこう言ったわ。おそらく桃花が発端で、ニュースが出た瞬間、ああ桃花、やりよったな、って。もっと前からちゃんと止めろよ。こんなの辛すぎるんだぜ。しかし今日は本当に胸クソな事件だったな。捜査が現在進行中という点も含めて、もやっとした感じになるよね。これからも続報を見守っていこうと思うわ。谷口みたいな女はさ、常に相手のことを自分より上か下かで見てるし、自分が加害してるのに、言い訳や開き直りが癖になってるから絶対に謝らないんだよな。謝ったら負けな価値観で生きてきちゃってるから、常に誰かを見下してるんだろうね。それが原因で人間関係にトラブルが生じても、なんで私が悪いの？なんで私のこと分かってくれないの？って、どんどん論点をずらして切れる。まさに普段の谷口の様子だよね。自分が起こした問題ごとよりも、自分のプライドを傷つけた奴が 100% 悪いみたいな多責思考。こんな奴とはまともな人は付き合えない。いや、付き合っちゃダメだよ。ド S だからって思う人もいるかもだけど、こんなの S じゃなくてただの自分勝手だからな。男女間だと特に、そこのあたりを履き違えちゃうのかもね。精神的にも肉体的にも、自分を傷つける相手はパートナーなんかじゃないよ。お互いの幸せを思うのが、本当のパートナーなんだと思うよ。わぁ、いいこと言うじゃない、マリサのくせに。だろだろだろ。くっしゃははは。はきょ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 。くっそキモい。おいキモいはないだろ、パートナーに対して。誰がパートナーよ、キモキモキモ、過去一キモい。ということで、今回はなにわ DV 女同居男性丸人事件を解説したよ。最後までご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。